宿宿題題作品発発表表はいいいパートでござまますねね前ののかからきしょう大阪・ベトロマナ川柳の入選作に「座りたい」「微妙な隙間座れない」ってねこの「対ない」。 体ないいうのはおもろいですけど何々体何々ない真ん中に七文字というような宿題をたくさんお送っていただきましたはいありがとうございます、えー、アスリート学ナさんアスリート学ナブさん、はい、そのまま読んだアスリート学ナブみたいな感じですけどね走るの早そう、えー、鍛えたい緩んだお,お腹締まらないはい はいとないでございます。ないですね。どないや。連打できなかった。すみません。すみません。連打か。ピポピポピポでやりたかったです。ネオンテトラさんからいただきました。はい。直したい。でかい、いびきが治らない。ああ。そうですね。これ、あの、横にいる人がいたら、さすってあげるといいらしいです。一番なんでなんですかね。はい、まあ、なんか知りませんですけども。 なん、いびきもずっと研究して、これは戦闘機型とかね、なんかいろんないびきの型があるらしいんですよ。えー、でも、一番さすんのが癒しですね。えー、その代わり、さする人は眠れない,い。大変ですね。大変です。一、産後大仏さんからいただきました。はい、歯が痛い明日遠足、眠れない。<ー>あ<ー>病院にこの前、僕ね、しゃっくりが出てな、ね、い。えっ なかなか治れへんね。しゃっくり止まりにくいですよね。止まりにくいしゃっくりだれでまた寝を寝か止まっちゃっと止まったから寝かけたまた出てね。三回ぐらい起きてその日は三四時間しか眠れってないのに。 ちょっと仕事だったもんですかあなたはシャックリはどのように治しますかあ私はあの薬を飲むふりをすると止まるっていう自分のジンクスがあるんですよ何だそれは <laughs> なんか分からないですけどしゃっくりの薬みたいなのが売っててあ<え>漢方薬みたいのがあるんですよ、うん、で一時期しゃっくりが止まらなかった時それ飲んでたら漢方薬がある、はい、漢方薬ああのはいりますでそれ止まったなと思ってたんですけど、うん、ある日しゃっくり出た時その薬がなくて、うん、飲むふりしたら止まったんですよ <laughs> それ、の、どの飲み方したの、普通に。粉の薬飲むみたい、口に粉を入れて、水でこう上向きながら、動くもんね。はい。これ小さい時からなんですけども、このコップの向こうの端から飲むんですよ。あ。向こう、あの、飲みにくい。飲みにくい。飲み方ですね。おえっと、あの、お腹の下に、おの下に手を割てで、十数えて、息を吸って、お腹を膨らまして、そのまま止めて、十。で、吐いて、十いうのを。 それネットで書いてあったんですけど、なかなか直れへんかった。ほんで結局水で直す。で、次行きましょう。はい。ええ、黄昏のダダ星人。腐ってもタイ本当に腐ってたら食べられない。あ。はい。たいとないね。たいとない。はい。はい。新産や労働者さんからいただきました。はい。譲りたい。ハゲが気になり譲れない。 え、うん？どういうことですかね。ううかあ、謝りたい、謝り,謝りたい。ごめんなさい。はい、謝りたい、ハゲが気になり謝れな、謝りたい。なるほど。はい、ありがとうございます。<laughs> ますコーズのトビンさんからいただきました。<laughs> はい、恋みたい、恥ずかしすぎてこくれない。あ、はあ、青春ですね。なんて言った？青春です。 青春だけチャーブでこの頃この老人ホーム行ってきましたけど女の書を取りようで偉いケミとか男の書を取りようでねえらいケミとか怒ってるんですよセカンドライフセカンドかファーブラブかファイブラブかなんか知らんけどねこうるのは若者だけじゃないんですよおでこぱんさんからいただきましたもう寝たいコーヒー呼ばれて眠れないああ、カフェインがね 次はチンサンチン電車さんからいただきましたああ行きたい東京五輪宿取れないああわかる私も取り取ったんですよあのテコンドー見になんでそんなに取ったあの開会式といろいろなでもいいから見たいと思って抽選したらテコンドーだけ言うとテレビで見のが一番確かにでも現地に行きたいラグビーじゃないつくつく思った 園地 <laughs> にまあまあ、うん、それはわかるけどね。うん、っやっぱりマラソンが札幌になりました。あのマラソンなんか、はいうん、どっかのところでお金取るんですかね。ああどうせ、ね。だけどあんな走ってたら終わりだからね。うん、えー、むねえむ、ー、ねえニエブングスさんからいただきました。はい。めちゃ言い。たい言うだと言われ耐えられない。あああるある。うん なんじゃそれ。ああラズから期待してやる。男のおしずさんからいただきました。帰りたい期限損ねて帰れない。うん。下町さんからいただきました。消防隊平穏無事は火事がない。おお。うまいタイトル、いいで使い方でしたね。面白いね。はい。ちょっとこうまあね、弾った感じでございました。見えましたね。 ラジオで、ラジオさんからいた、あ、ラジオで、おじらさんから、いただきました。はい、口固い。信じた言葉、情けない。信じるもんやないね。なかなか難しいです。ミッシーぶんさんから、いただきました。はい、あれ、食べたい。 俺の名前が出てこないあれの名前が出てこないあれ食べたいあれ食べたいあれの名前がほれほれあれあれあの甘くてほら甘くてパンに挟んで美味しいやつあるじゃんあれあれあれはいでは次ラストでお願いしますラストはいラストどれ行きましょうかねいっぱいいただいてますからねこれ行きましょうかねはいドテラムシさんからいただきましたはい酔いたいが 新地まで行く金がない。立ち飲み屋さんとかで。たい、たいめじゃなかったですね。あ、そうでしたね。おしんきさん、はてなのスワンさん。帰りたい。だけど、時間は戻らない。あ、わかる。はい、では続きまして、都会では田舎ではの方も。宿題作品発表。面白いのがね、たくさん来ました。お願いします。ありがとうございます。え、都会。 都会では、これ知る知らないあ、す。みません。陽水さんの歌でこんなありました。ごちんきさんからいただきました。はい。何にも専用さんです。存在感がないのが都会。知らない人がいないのが田舎。ああ。もうみんな知ってる。ね。ご近所さんみんな仲良し。みんな仲良しよね。はい。 だからこういうところでもなんか犯罪が起こるよ、ね、うなねご神家さんからいただきました「はい、松岡にうぞ、ん、人がひしめくのが都会」うんうん「ソーラーパネルがきらめくのが田舎」はあ「田舎言うてば <laughs> ほんまソーラーパネルだらけだ、うん、そうな、えー、そういう田んぼみたいになってません <laughs> <laughs> えー、それではなにわファイ・サンダースさんからいただきました都会では各種別の診療所がある田舎では一括に引き受ける診療所があるああ<ー>、うん、それは一括ねすねそうですね何しても電ボができても、うん、お腹壊してもみんな同じ病院で次は、はい、アルバトロス・マリリンさんからいただきました 都会では夜遅くても塾が良いの子供さんを見かける居酒、うん、では町の日がないのに出歩く人は一人もいない、はあ、あ、町の日がないのでか、はいえー、町の日がないので出歩く人は、うん、まあそのままですねはい。キッタカパート2さん来たはいキッタカパート2さんお父さんですお父さんありがとうございますいつも都会では 七十五歳は最長老、うん、田舎では。七十五歳はまだ若手。ああ、ほんまや。まあ、うまい。まい <laughs> ええー、まあ、八十でもいけそうですね、これ。あ、そうですね、八十歳でも。八十歳でも田舎ではまだ若手。すごいね。本当に長生きの勝ます。西文さんからいただきました。はい、都会では。いろんなお菓子が手に入ります。うん、田舎では。 いろんなかかしが目に入ります。<laughs> うまい。まい <laughs> これはね。カカシかかし歌、あんたご存知ですか。かかし、か聞いたことありますね。そう<ら>え、ちょっと待って。さだまさしさん、さだまさしさん。んはい。あなたは。もう、忘れたかしら。 かかしそれは違うななかんいですよ元気でいるか街には慣れたか友達できたか」泣泣けけるる歌歌だこれねこの辺はまあそこそこ簡単なんですが暑い子ほどむちゃくちゃ難しくてね歌えないんですよ。はいということではい リ利口なリコぶんちゃんからいただきました、うん、都会では、はい、手土産くれるござそろ、うん、田舎では手土産くれる白菜大根ブロッコリー,うーん <laughs> 別に都会やから見てござそろばっかりとは <laughs> 限らんないですねロールケーキもあるしねいろんなお菓子がありますから <laughs> ベルママゴールズさんからいただきました、はい、都会では スマホを持ち歩いています。うんうん、多いですね。都会ではもうみんなスマホ。うん、スマホを持ち歩いています。はい、田舎ではスマホを電話の横に置いています。あ、はあ、電話の横。そうかな。でもまあ <laughs>、はい、お年寄りの方があんまり用つ使わんから、うん、スマホは表へ出ていった時に使うということかな。かもしれないですね。 はい、西文さんのマルガリータさんから頂きました、はい、都会ではカブトムシをお金を出して買う中、うん、ではカブトムシを売る <laughs> 需要と供給でですねいで売ってたこの人がそうですねは,<ぁ>はいドテラムシさんから頂きました「はい、都会ではお店の前に行列ができます」うん。 田舎ではお家の前で行随をします、うん、行列と行随ね <laughs> 行<水>この,頃の田舎でもおちの前で行随してる人少ないちゃうから <laughs> そうですねどうなんでもね,ね外でもうね。高齢者の方の行列やったらあんまり見る人もおれへんやろうし <laughs> まあそういう人少ないからやってる人もいるかわかりませんけどね,、うん、ね大仏さん大好きさんからいただきましたはい都会では、はい いろんなカリスマがいる。うん、と、田舎では、いろんな匠がいる。ああ、職人さんとかはそうですね。ね。えー、ラジオでおじらさんからいただきました。はい、都会ではタピオカがいっぱい。うん、田舎ではカエルの卵がいっぱい。似てるけど。ちゃうで。<laughs> あんなトロトロしてないパピオカの作り方この間テレビでやってるの見てねすごいですねどうやるんですかたるいもかなんかの粉のところ姉妹の穴が団子みたいなの4時間ぐらいかけ続けるんですよ大変ですねでは次ラストでお願いします次ラスト都会ではマジカルトップブラサンコさんからいただきましたはい

もうちょっと今ので半分ぐらいしかいけませんでしたまだまだいっぱいいただいててまだまだでも、はい、なんかできるだけ面白いのを先に読めるようにうの前の方に僕がは,、うん、はいいつも見ていただいてますからねはい、はい、あのちゃんと選んでおりますはいはい、たくさんのご応募ありがとうございましたありがとうございました今夜の生募集作品発表はい生募集作品発表をいたしますはいえー 春も夏もあっという間に過ぎましたです、ねはいえー、先ほどのなしなし川流ですねはいなし、はいね、なし川流をいただきましたなしなし川流をいただきました,、はい、しいたこれはヤッシーさんからいただきましたね、はい、秋晴れや雲なし風なしポッカポッカなしの場所が 惜しいですね。な、なしが。ええ、七の後のなしと、五の後に。なしを。なしをつけていただくということでしたね。ちょっと。まあ、あの、生ブッシュですか。でも、おも、ありがとうございます。柏天丼、徳森さんからいただきました。育毛剤。すでに、紙なし、写つてなし。おもい。おもろい。育毛。 ももう先なんでこう出るのかな。ね発毛の方じゃなきゃいけないですかね。あそうですね。発毛発毛で<詣>リコーナー <laughs> リコブンちゃんからいただきました。はい。お弁当買って箸なし家になし。あーあるある。手で捕まなしあないももどうやって食べたらいいのか。<laughs> それはちょっと困りますよね。困りますね。まあまあ、うん、家へ帰ったらな,んなとはあるでしょうけどね。うん,うんまあ、えー、ということで、ちんさんちん電車さんからいただきました。はい、秋さんま漁獲少なし油なし。うん。 年によって違いますからねこのサンはすごい少ないらしいまた取れ始めたのも聞いたけどどうなんですかねうんえー、西文さんのマルガリータさんからいただきました、はい、同窓会見る影もなし記憶なしあらあたたたたえー、もう本当にね誰やわからん人、うん、その同窓会はやっぱりね、うん 年取ったら5年ごとに、はい、その生命確認のためも含めてやった方がいいですね、うんはい、できればもう80過ぎたら1年ごとにね <laughs> 毎年集まって毎年集まってやった方がこんなん30年ぶりとか40年ぶりやったらもう分からへんけど、ね、<ー> <laughs> ミッシーブンさんからいただきまし四47歳「はい、さあ食べようスプーンなし箸もなし」。

一人意味で頼る人なし仕方なし<ー>当たり前や <laughs> 次言いましょう二、はい、代目道文之助さんからいただきました、はい、捨て台詞このろくでなし解消なし <laughs> 最高やねこれ面白いですね捨て台詞最悪やね <laughs> 傷つきますね傷つきますね <laughs> 嫁さんに言われてるんだよね <laughs>、はい これは二恵子さんからいただきましたね。はい。朝礼のつまらん話。落ちはなし。あ、ちょうどなし。ちょうまいことね。そうですね。と思いえ七百十二号室の住人さんからいただきました。はい。円方は背の高さなし、憂いなし。うん。お礼なし。今日勝ちましてね。はい。円宝さん知ってる。 色白でね僕も間近で見ましたけど小さいんです間近で見てます霜りさんねでも本当に頑張ってね勝ち越してほしいな勝ち越して今度はね勝ち越して上へ行ったら横綱大関と当たるそれ見てみたいですよ次は二栄文楠さんから頂きました「奈良群馬長野山山梨海は梨」。 うまいこと考えたねなしの有効活用ですねほんま沈みながらどっかないやろなすごいですねこの短い間にねすごいですねちゃんとなしを使田光伝さんからいただきましたはいモてない君解消もなしろくでなしこのこなったねありましたねはいええこれは男児のおしりさんからいただきましたはい ゴールドは事故なし怪我なし違反なし、うん、免許証のゴールドね次、ね、隣のすすめさんからいただきました、はい、朝寝坊朝ごはんなし時間なしああいそうなんですよねやっぱり本当は、はいうん、ご飯なしが落ちに来る方がおもろいからわかりませんけども自家住の関係でこういうのだったんでしょうね,、えーえーえーね え次は135大仏さんからいただきましたよ、はい、もったいない捨てるものなしゴミはなしあ<ー>これね、いはい、これができたらプラスチックの問題とかね、うんうん、あいろんなものが片付いていくでしょうから本当に世界中がね、はい、あの捨てるものない、うん、ゴミはないという時代になったらいいと思いますけどね、うん 本当です日本中全部ゴミ屋敷になるのも困りますそうですね。もの、はい、が増えても。十田光伝さんからいただきました。はい。秋吹二十世紀なしふなしどんな関係あるの？カラ付けただけやなし。なし <laughs>、うん、があるものを付けましたね。あのー、はい。えー、これは徳山教育長ゴルズさんからいただきました。はい。誕生日。 家かりななしししし寂寂いいこれ誕生日これ一人もんで家帰っても明かりついてないしああ寂しいなやっぱり嫁はんもらおうかなというような意味なのかせっかくの誕生日で家族でやってくれる思ったら明かりついてないし人気はないしどっか出かけて。 しばらく進んでいったらパッとじっとおかずさーんこうなったらいいですかね。涙出ちゃいますね、嬉しくて。ああアメリカなんかでよくありますね。では次ラストでお願いします。次ラストですか。オペラゴールドさんからいただきました。病院食味はほぼなし毒もなし当たり前です。いや僕病院食でも美味しい病院食あると思ないんですけどね。まあ。 いますよね、これはですね病状によってし違いますよね症状漬けとかも状病状によってね、はい、塩分取、ね、ったらいかんとかうん、うん、油漬けのもんだったらいかんとか糖分取ったらいかんとかなったら味はなしということになるでしょうけども、うん、病院食でも足怪我したとかね、うん、足の骨が折ったとか何でも食べていい場合は,はもう大丈夫だと思いますけども、ね、ありがとうごございました,、はい、たくさんのご応募ありがとうございました。